今回はローソンで購入しました握り寿司8貫ですね。こちらを食べていきたいと思います。開けていきますね。こんなもんですかね。こちらとりあえず寿司なんで、卵とかサーモンとかイクラとかですね、いろいろ入ってますね。とりあえず醤油はここに入れてですかね。これ醤油皿的な意味あるんですかね。このへこみはですね、醤油入れていきますけど、ちょうどいいサイズじゃないですかね。これこれ結構アイデアかもしれないですね。でわさびも入れてと、じゃあ早速何からいきますかね。とりあえず卵からいってみますかね。ちょっと醤油をつけてですね、ご飯が落ちちゃいましたけど、いただきたいと思います。うん、まあ普通に美味しいですね。いいんじゃないですかね。ネギトロですね。うん、いやコンビニの寿司もレベル上がりましたね。これ結構いいと思いますよ。スーパーの寿司いいんじゃないですかね。美味しいですよ。サーモンですね。サーモンいい感じですかね。なかなかいいですね、これ。まあ値段高いだけあって結構満足度が高いですね、これ。あとエビですね。ここだけ先つけた方がいいですかね。エビもいただきます。うん、エビもなかなかいいですね。あとイクラですね。いやイクラもしっかりした味ついて美味しいですね。だしの風味がすごいですね。じゃあ名護ですかね。うん、で7本ですね。あと1回ですね。イカも隠し包丁入って食べやすくなってますね。うん、いいですね。あとカニですね。カニもちゃんとしたカニですよ、これ。いいんじゃないですかね。うん、で最後のカニですね。まあどうしても値段は入りますけど、結構満足度高いですね、これ。いいんじゃないですかね。ということで本日はこの握り寿司8貫ですね、こちらをいただきました。ご視聴ありがとうございました。